どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレンなどを書いております。今日はですね、漫画とあんまり関係ないんですけど、ちょっと時計をカスタムしようかなと思って、それの、Vlog 的な、一応申し訳程度に、漫画で時計のムーブメントを描くシーンがあるんですよ。持ってるやつで、裏付けのやつもあるんですけど、せっかくなら裏付けにしてみようかなと思って、このデイトナのエルプリメロ、これはもうムーブメントがね、名作って言われてるデイトナなので、なんかせっかく裏付けにするならエルプリメロがいいかなと。このね、裏付けシースルーっていうのがあるんですよ。裏付け、時計の裏が透けてるやつがあるんですよ。これこのやつ、これ透明なガラスでしょ、うん、この裏の、これのここよ、これのここ、そこも変えるの、ここを変えたいの。これをさ、これにしたらさ、中が丸見えになるじゃん。それをやりたいんですよ。これなんかもちろん正規品っていうか、ロレックスが出してるものじゃないんですけど、これと互換性があるのを作ってる会社さんがあるので、そこから取り寄せました。で、裏付けにしたら、こうやって見せたいじゃないですか。だからちょっとベルトも革にして、こう見やすいようにしようかなと。でちょっとね、まだ暑いんで、なんか汗かくとね、革ベルトちょっと嫌なんですけど、ちょっとその裏のこのムーブメントをそろそろ書くシーンが出てくるんで、せっかくならもう変えちゃおうかなと思って。ベルトの候補が2つあるんですけど、1個がこちら、エントリーナンバー1番ファイヤーキッズっていうお店の、オリジナルベルトです。裏がラバーに貼ってあるんで、その汗多少かいても大丈夫っていう、これが合うんじゃねえかなと思って、今のとこ黒とかでもいいかなと思ったんですけど、この今買ったばっかの革の色なんであれですけど、ちょっと使ってきてくすんだ感じになったら、茶色も合うかなと思って、このね、文字盤っていうか、このサークルの部分が焼けてる、ちょっと焼けてる個体なので、茶系が合うかなと思っております。で、候補2つ目が同じ茶色なんですけど、もうちょっとカジュアルな感じ、古着屋に売ってる時計のベルトみたいな感じ、これも渋いかなと思って、バークアウトサイダーズっていう、ブランドさんが出してるやつです。どっちも時計屋さんですね。時計屋さんが出してるベルトで、どっちもいい感じですよね。だこっちのが多分ちょっとアメカジっていうか、古着っぽい雰囲気があって、でこっちがヴィンテージ時計というか、ちょっともうちょっと大人っぽい感じですよね。このステッチの感じとか、こっちステッチ入ってないんで、よりカジュアルな感じですよね。ちょっとシェイプしてるのもあって、同じ茶色でもだいぶ印象違うなと。どっちがいいかな、ちょっと明るすぎるかもしれない。これ実はちょっと黒買ったつもりが茶色届いちゃったんで、黒でこれだったらいいかなと思ったんだけど、ちょっと皮浮いちゃうかもしれないですね。で、さっき言ったファイヤーキッズっていう時計屋さんで、この前こっちのチューダーの小腹っていう昔のロゴ時代のサブマリーナです。やっぱね、チューダーも昔ロレックスのベルト使ってたんで、ロレックス好きな人は気に入ると思うんですけど、すごい年代物なんで、もう60年代の時計なので、デイリーユースを思いっきしすると多分壊れるんですよね。多分普通に使う分には大丈夫なんだと思うけど、たまに休ませたりした方がいいかなと思ってるんで、フラ風貌がやっぱいいな。プラスチックの風貌
でこの、まあ、リベットブレスってやつなんですけど、リベットブレスはまあちょっと年代が古いので大事に使わなきゃなと思ってるんで、こいつもこいつでベルト変えてみようかなと思います。めちゃくちゃ合いますね。めちゃくちゃ合いますね。どうすっぺな。ちょっとこっちはこっちで、あの候補があって、これナトベルトってやつですね。ナトベルトなのかナトベルトなのか未だに分かんないんですけど、まあ、軍物のこういう布製のベルトってあると思うんですけど、これのもともとのやつ、もともと軍で使ってた、本当に使ってた、今ちょっとこれにつけてるんですよ。これこっちがフェニックス社で、これがもともとこの時計についてたやつなんですけど、まあ、同じナトベルトの同じ黒でもだいぶね作りが違う、シルバーの部分の太さが違ったりとか、まあ、そもそもこのちょっと質感がまるで違うんですよね。で実際ちょっと両方触ってみて、こっちのこいつにもともとツイスたやつの方がいいんじゃないかと思って、このこっちだから今ちょっと入れ替えて、こっちをこっちにつけたらどうかなと考えております。多分めちゃくちゃ合うよね。まあサブマリーナはそれこそ本当に軍でも使われてたやつなんで、軍サブっつってね、クソレアなサブマリーナがあったり、軍サブとかね一度でいいから見てみたいですよね。だからどうしようかな、サブマリーナがナトベルトで、プリメロどうしようかな、まあ、結構端正な顔立ちなんで、こっちのシュッとしたちょっとシェイプしてステッチ入った方が合うかもしれないですね。そんで、こういう器具で、こう、ベルトを外すんですけど、ちょっと怖いよね。こういうのクソ苦手なんで、ちょっと時間もないんで、時計屋さんに持ってってやってもらうことにします。で今、この赤いキャップをもうなくしたっていう、この、これ、多分、マジこういうの向いてないんで、この多分一瞬でなくすんですよね、すべてのものを。じゃあ、そんな感じで、今から、こっちのデイトナと、バラサブって呼ばれてる10段のサブマリーナのベルトをちょっと交換してきます。そしてこいつに関してはシースルーバッグにちょっと変えてみたいと思います。行ってきました。革ベルトはちょっとまだなんかつけたばっかりなんで若干の違和感はありつつも、でもなんかこのやっぱり色がもう少しくすんできたらバッチリ合いそうな雰囲気じゃないですか。はい。このね、ダイヤルと合ってて。そして、肝心の裏付けどんな感じか。ブル、ブル、で、裏付けしませんでした。止められた。なんか普通の時計、普通のロレックスだったら、うん、まあね本人の自由だから止めないけど、うん、その万一のことがあったらやっぱりまあ怖いじゃん。その正規品じゃないから、うん、その裏のさ、その他の会社がロレックスじゃない会社の作ったものをこれにつけるっていうのは、うん、私にはできないと、っていうのももうやっぱりあれよ、時計オタクトークになって、うん、このエルプリメロのダブル品番っていうの、もうパッと見て、あ、エルプリメロのダブル品番でこのコンディション、そしてブラウンダイヤル、この焼けてる具合がもうすごいコンディションが良くて、うん、まあ、評価が高いと。まあとにかくその、まあ、めちゃくちゃやっぱ貴重なものだと。だから、まあ、万が一だけどね、そのちゃんと商品として売られてるものだから、その変なものじゃないかもしれないけど、
その万が一のことを考えて、やっぱ この、 あの貴重な個体のためにやめといた方がいいって、まあ、少なくとも私はその時計好きの私にはもうこの子には触れないという感じで、まあ言われてしまいましたでも確かにそうだなと。まああの裏のそのムーブメントが書きたい、見てみたいっていう、まあ単純な結構その思いつきだったんですけど、まあ言われてみて、まあ確かになと。ちょっとね、あのまあちょっとでもなんかコンディションが変わっちゃうようなリスクがあるんだったら、まあちょっとやめておこうかなと思った次第でございます。まあでも革ベルトは本当にすごいいい感じです。ちょっとねこの経年変化も楽しみです。はい。でもう一個、そのやっぱその時計好きがやっている時計屋ってすごいっていう、バラサブ、チューダーのバラサブはやっぱりバッチリですね。このナートベルトがめちゃくちゃ合ってるなっていう感じなんですけど、変えてもらって、でめちゃくちゃ合ってるんだけど、そのお店でちょっとその店長が、お客さんちょっと待ってくださいっつってこれを出してきたんですよ。あのナトベルトのこれのね、あの実際軍で使われていたその正式なというか元ネタですよね、ナトベルト、カーキ、グレー、そしてこれあのジェームスボンドカラー、あの映画の007のジェームスボンドがその映画でサブマリーナしてたので、まあすごいそこから結構ガーンと有名になったというか、まあそのサブマリーナをナトベルトでっていうイメージを作ったのは、あのその映画がきっかけなんですけど、その時にしていたカラーリング、これが全色置いてあったんですよ。でこのもう3色爆買いしちゃったんですけど、これがあのどんだけすごいか多分ほぼ伝わってないんですけど、あのまあ時計好きの中でもそのナトベルトとかちょっとそっちのあの方に興味ある人しかわかんないと思うんですけど、今マジで売ってないんですよこの元のナトベルトっていう、あの本当に時計好きが集まるなんか隠れ家的な、なんかまあそのまあ町の時計屋さんなんですけど、そこでまああのナトベルトを買ってきて、まあちょっと忠告を受け、あのこれはちょっと手を出さないでおこうと、決めました。やっぱ本当に時計屋さんというかその時計詳しい人とちょっと話して、いやこれはいいですよって言われるのはやっぱ気持ちがいいですよね。まあ、なのであの、まあ、改めてそのまあ末永く大事に使っていこうと思います。食べるとめちゃくちゃ合いますよね。抜群ですよね。ちょっと腕に巻いてみます。エリック、エリック。はい、こんな感じです。革の顔つきに慣れてないですけど、まあちょっとたまにはこういう革仕様で使ってみるのもありかなと思ってます。はい、まあ多分そのうちステンレスに戻すと思いますけど、ってな感じで、今日は結局あの紆余曲折あって結局ベルトを変えただけになりましたけども、ちょっとたまにねその時計の趣味の話とかも していこうかなと思ってます、じゃあそんな感じで